最近野球女子が急増しているということで、私初めての野球観戦に小熊さんと行ってきました。どうも。Grande。22歳にしてビルボードランキングトップ10の常連。歌はもちろん、そのキュートなファッションはアメリカ中のティーンの憧れ。猫耳やアイラインなど独自のスタイルでファッションアイコンとしても大活躍。そんなアリアナに北野キーがインタビュー。 You know when you have a good eyeliner day and you just praise Jesus, you're just like, yes, thank you God. わかる。共感必死のガールストークでその可愛すぎる素顔を明らかに。さらにジップのおもてなしで大興奮です。 Amazing! No, I know! Three stars! Attention please! 本日も3 stars エアラインのご利用ありがとうございます。今回は私もずっとお会いしたかったアリアナ・グランデさんにインタビューしてきました。ファッションや楽曲へのこだわりなどいろいろな質問をぶつけてきました。それではアリアナさんが活動するロサンゼルスからテイクオフ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。あ、元気です。シースルーのスカートにウエストを大胆に見せたスタイルで登場したアリアナ・グランデ。毎回こう仕事でストレス溜まったり疲れてるなと思った時に聞いて、仕事の移動中の車の中で映像を見たりしてすごく元気もらってます。ありがとうございます、はい、Thank you。アルバムは2作連続全米初登場1位、シングルは史上最年少で初週ダウンロード数40万超えを達成。大好きな秋をありがとうございます。そんな22歳の歌姫はファッションの影響力も絶大。コンサートで披露する猫耳スタイルはたちまちファンの間で大ブームに。キュートになりたい女子たちの憧れの的なんです。メイクも素晴らしいなと思うんですけれども、特に私はアリアナさんのこのアイラインすごい可愛いんですけれども。 Thank you、mm. ありがとうございます。 I like yours too、really? Thank you。 いつもはこういうメイクしないんですけど、ちょっとアリアナさんの画像をいっぱい見て研究して今日はアイラインを描いてきました。 Thank you。 You look beautiful。 Thank you so much。 かわいい。 You know you have a good eyeliner day and you just praise Jesus, you're just like yes, thank you God。 すごいわかります。思わず女子トークで盛り上がる可愛らしい22歳の素顔を見せてくれたアリアナ。そんな彼女の魅力は153センチの小柄な体からは想像できないほど音域の広いパワフルな歌声。私はプログラムすごくよく聞いてるんですけれども、 It was definitely one of my favorites off the last album because it had likeI'm singing really hard in the verses. It's all full out and I'm singing. And then at the end, in the chorus, it's like, it's very, it's like opposite. あそこでちょっとダンスしたくなる。そんなサビの前を盛り上げる構成を可能にするのが、アリアナの売りでもある音域の広さ。音域の広さには本当に誰もが憧れると思うんですけれども、もう幼い頃からトレーニングされてたんですか？I have done my studying and my training so that I can keep it healthy. 具体的なトレーニングは例えば、 The most important things to maintaining a healthy voice are just warming up properly before you sing. 喉に負担をかけず美しい高音を響かせるためにコンサート前は必ずウォーミングアップ。限界まで音程を上げて下げてを繰り返します。そんな彼女にとって転機となった一曲、ZIP 恒例マイソングマイベストを聞きました。転機となった曲、マイソングマイベストを教えてください。 The Way。 The Way、yeah. oh. Because it was the first one。
選んだのは2枚目のシングル The Way。 恋人への隠しきれない気持ちを歌ったラブソングです。Was probably the most life-changing. でもここから始まったという感じはすごくしますテイストが違う、Well, other than this one. This was the first. This one made no sense. デビュー曲に何の意味もないという驚きの発言。実はそこにはアリアナさんの隠れた苦悩があったんです。その理由は30秒後。アリアナ・グランデがデビュー曲を何の意味もないと語るその理由とは？I was on a TV show. I was playing a character named Kat, and I feel like if she put out a single, that's what that would have been. 実はデビュー曲は当時アリアナがテレビドラマで演じていた天真爛漫な役柄キャットをイメージして作られたものでした。キャットの可愛らしいイメージと自分らしさとの間で葛藤があったといいます。Trying to be myself and do music, but I was also kind of still a character, so it was very confusing. その後は次第に自分らしいスタイルでヒット曲を生み出していったアリアナ。そんなアリアナが新曲で挑戦しているのがセクシーでゴージャスな大人の女性。見た目も歌詞もぐっと大人っぽくなってると思うんですけれどもどうしてそういう風にされようと思ったんですか You know, I think I was ready to. I feel like my evolution has been very natural because I've learned so much as a person. I feel like I'm growing up and representing where I'm at in life in my music. 昔から表現したいと思っていた自分らしさに今最も近づいているというアリアナ。そんな彼女が今音楽以外にも夢中だというのが完璧すごい Are you a Tsuida song? I'm okay 私は大丈夫です。インタビュー中も何度も出てきた日本語の勉強。こちらはアリアナさん直筆の日本語練習ノート。私は餅を食べましたの文章でも分かる通り大の日本文化好きなんです。チップはそんなアリアナさんのためにあるおもてなしを準備。I'm excited. それは。Oh, hi! Nice to see you. Nice to meet you. はじめまして。Oh my god! はい、書道パフォーマンスをしてくださる書道家の方です。書道パフォーマンスでアリアナさんにぴったりな日本語をプレゼント。書いてくれるのはニューヨークのタイムズスクエアの新年の大事など。さまざまな作品を手掛ける書道家成田真澄さんです。ミュージックスタート。おお、テンポラリティー、わあすごい、わあすごい、そうインジケット、わあ、This is crazy。完成したのはアリアナさんにぴったりの歌姫の文字。感動したアリアナさんはなんと最後に日本語で自らサインまで。すごいコラボレーションですね。すごい、わお、日本語書いてくださってます。大好き、イエーイ、I'm gonna give you a hug。 ちょっとした、It's okay。 Thank you。 Thank you so much。 ありがとうございます。 Thank you so much。はい、今もおっしゃっていたようにですね、もう本当にいろんな方とハグしてくださって本当にフレンドリーなお方でした。で、今回の衣装なんですけれども、ちょっと桜をイメージしたということでこちらの衣装でインタビューに来てくださったり、本当にね、あの、なんですか、気さくな可愛らしいお方でした。日本語でも大好きなんですよね。確かに日本語勉強していて、私はお餅を食べましたって言うとすごい親近感湧きますね。まあ、食べるのが餅っていうのがまた良かったですね。可愛らしいですね。やっぱり音楽への愛も感じましたよ、はい。今回は多分歌姫という漢字も覚えて帰ってくださったと思います。はい、アリアナさんのアルバムは今週金曜に発売です。世界のショービス界をフライトするスリースターズエアライン、ご登場ありがとうございました。Have a nice day。